喫下症は、明治時代以降の栄転制度における最高位の日本の勲章。大勲位喫下症形式と大勲位喫下大受章の2種類があり、それぞれ別個の法令により制定、運用されているが、勲章の形状については同一な法令で定められている。八百七十六年十二月二十七日、前年に定められた勝敗よりも上位かつ最高位の勲章たる。 菊花賞と最上位の勲章である大勲位が創設され、はじめにそれぞれ独立した勲章として、右肩から左脇に垂れて汎用する大勲位菊花大受章と左胸に汎用する大勲位菊花賞の2種が規定され、ついで1888年1月4日に、軽食形式の大勲位菊花賞軽食が定められ、菊花賞は合計3等級の勲章として、 法令上の体裁を整えた。しかし実際には、大君域一課賞は単独で授与された例はなく、大受賞及び、軽職の事実上の副賞として扱われることが長く続いた。2003年11月3日の英点制度改正以降はこの実態に合わせて、それぞれ軽職及び大受賞が正明に、大君域一課賞が副賞に改めて位置づけられた。また、 旧制度での授与時には、大勲位という勲頭と、菊花大受賞、または、菊花小継職という勲章に分けて、のぶ受されたが、数字による勲頭を廃止した、新制度では、大勲位菊花大受賞、または、大勲位菊花小継職と、他の勲章の授与方式に合わせて分けずに授与される、形に変更された。ありがとうございます。